愛する兄弟姉妹の皆さん、今朝皆さんと共にいることができることを光栄に思います。主が私を祝福してくださるようにと祈ります。そして、目が見るべき場所に向けることができますように、私の目は最近、置いてきて近くを見ることができなくなり、 もうプロンプト見ることが難しくなってしまいましたけど私は皆さんに私の心に思うことをいくつかお話ししたいと思います特に今回は預言者女性スミスのことがずっと私の心にあります特に過去数か月女性スミスのことが頭から離れませんでした そしてこの場所に座り考えている時にこの女性スミスが持っていた栄光に満ちた働きについて思いが押し寄せてきましたこの真剣時代における預言者として特に回復の預言者として彼が召され自由な技をしてくださりイエス・キリストの教会はこの地に回復され末日に生徒の道が開かれました 女性スミスという名の,の,の少年がそのことをしてくださしてくれたのです彼は自分が何をするべきなのかということについて知りたいと思いましたし許しを得たいとも思いましたそして聖なる森の中に入り祈るという勇気を得てそのようにしたのです森の中でひざまずき天のお父様に 自分の心に思っていた祈りを注ぎ出しましたジョセフ・スミスがひざまずいて祈った時にこの私たちがよく言う聖なる森というところで天が開かれたのですそしてそこの場で 二人の栄光に満ちたお方がジョセフ・スミスのもとに降りてこられました。そのうちの一方が別の方を指して、ジョセフ、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われました。このようにして、回復が始まったのです。 この永遠の福音がイエス・キリストの福音がまたこの地上にやってきました。私たちの救い主、アガナイシであるイエス・キリストはジョ,ジョセフ・スミスにこのように語りかけられました。この時にこの真剣時代を開くように、そしてその技につくようにとおっしゃったのです。私たちは 女性スミスミをを称える賛美歌を歌いますそしてまた女性スミスだけではなく私たちの救い主に対しての賛美の歌も歌います私たちは主に女性スミスを用意してくださったこと彼が聖なる森に入り祈ると勇気を与えてくださったことに感謝をしています1820年ニューヨークのパルマイラの自宅のそばにある森に女性スミスが行ってくれたおかげで これからのその後の地に起こる全ての輝かしいことが起こりました私たちが今受けていることの全てはまた私たちがこの人生の目的が何かということの知識がそして神様という存在がどのような存在か救い主がどのようなお方かが分かるようになりました女性スミスのおかげで 彼が聖なる森に入り祈ったおかげで幼かったにもかかわらずそのようなことをしたので罪からの許しを受ける方法を私たちは知ることができました最も栄光に見し最も素晴らしいことはこの世界中のすべての人が天のお父様とイエスキリストのことを知ることができ 私たち自身が個人としてこの末日に女性スミスがしてくださったことの真実がまた彼が起こしてくれた技のすべてを知ることができます愛する兄弟姉妹の皆さん今朝私が皆さんにお伝えしたい証は私たちは 非常に多くの祝福を受けているということです私たちが今知っている知識をすべて女性スミスから与えられたものですこの末日の真剣寺院における回復の預言書女性スミスを通して多くの知識がそして祝福が与えられました モモルモン書と祝福がこの祭り聖徒イエス・キリストの会員である私たちにとってどれほど大きな祝福でしょうかイエス・キリストについてのもう一つの証であり私たちはこの書物を通して死を知ることができます女性スミスが森に入り刑事を受けそしてクモラの丘に行き藩を手にし神の力を通して この特別な版を翻訳したのですそしてこの版がこの記録が世界中に新たなイエス・キリストの証しとして述べ伝えられました皆さんにお伝えしたいメッセージはとてもシンプルなものですまたそれと同時に深淵であり 愛に満ちているものです。預言者ジョセスミスは私たち兄弟姉妹は、ジョセスミスを支持しています。幼かったにもかかわらず、そうのことを行えたのです。<laughs> そしてその女性スミスの母であるルーシー・マック・スミスはどれほど素晴らしい存在だったでしょうか聖なる森から出てきた息子を見て何が起こったかを話す息子を見たルーシーは息子の言葉を信じましたまた私は女性スミスの父にまた 兄弟と姉妹たちにに家族全員感謝しています彼らが女性スミスを支持し支えてくれました女性スミスの持っていた大きな責任を彼らは支えてくれたのです回復の言者としてこの福音を完全な形で回復する役目を持つ者として 彼らは支え、そのおかげでジェス、スミスはその技を果たすことができました。私はイエス・キリストが生きていることを知っています。そして、この世の救い主や贖い主であられることを知っています。また、私は天のお父様が、また、イエス・キリストがジス、女性スミスに会い、直接語られ、 彼を備えられ、預言者として、この福音の回復の前につくようにとされたのです。そのおかげで、この福音がまたこの地上に戻ってきました。いつも喜びを感じます。そして私たちがどれほど祝福を受けていることかについての感謝の念を感じます。 この人生の目的を私たちは知ることができます。なぜ私たちはこの地上にいるかが今は分かります。私たちは私たちの人生の中で、生活の中で行えべきことが分かります。それは私たちが私たち自身を備えること、毎日少しずつ良い存在となり、少しずつより優しい存在となり、さらにもう少しだけ備えられたものとなり、 いつの日かやってくる日のために、つまり、私たちの天のお父様の見前に戻る日のために、また主イエス・キリストの見舞いに戻るために、この地上にいる時間が与えられているのです。私の子供たちは私たちもいつか年を取るというふうにからかってきますが。 それは逃れようもない真実です。兄弟姉妹の皆さん、私はこの50年、世界中のあちらこちらを訪問する割り当てをいただきました。この教会の中央幹部として奉仕する喜びと声をいただきました。 私は世界中のほとんどすべての場所を訪問することができ、そのうちとそのうちにいる皆さんを身近に感じています。皆さんを心から愛しています。皆さんの信仰を目の当たりにすることができたことは、皆さんが感じている思いや愛を実際に感じることができたことは、 また皆さんがこのイエス・キリストの福音の回復に対する信仰を目にすることができたことは大きな祝福でした。天皇お父様は私たちを今もこの大会のまさにこの瞬間も見守ってくださっています。イエス・キリストに対する愛を私たちが持つことができますように。 まただ主イエスキリストに対する感謝の念が増えますようにと祈ります主に仕えれて私たちの決意は私たちが今し守るという決意に現れ私たちがさらに主になろうとするときにそのようなことが確かに起こりますこのように総大会に参加をするということ世界中のどこにいようとも 主が神様が皆さんを祝福してくださいますように、また御霊が皆さんと共にいてくださるようにと祈ります。天の力が皆さんの上に注がれますように、共に礼拝するときに、特にこの部会を共に参加するときに、そのような祝福がありますようにと祈ります。私は明かし,します。イエスは確かにキリストです。私たちの救い主であられます。私たちの贖がない主です。 またあは私たちのベストフランドです。聖なるイエス・キリストの何より。アーメン